それでは折りたいと思います。 7.5 センチ、こちら座布団折りします。ここ対角線上に折って開いてから四つ角を真ん中に合わせて折っていきます。この縁 5mm から 1cm の間自由にしていいんですけど、こういう感じで折り上げます。一度折り上げたら同じような感覚でここを折っていきます。この向きにしてまずこちらの上の角をここを折っていきます。数ミリ折ります。この縁に合わせると OK です。で、この角はここのちょうどここの縁のところに合わせて折ります。下はここ。角を上に折るんですけど、ここ 2、3mm ほど上、こういう感じで重なるように折ってください。折りましたらこの角もここ直角にこの縁に合わせて折ります。はい、できました。で、この角折ってもいいですし、このまま角にしても OK です。で、これ、ここの部分、なしにしても全然 OK です。ここもね、このままなしでも OK ですけど、こういう風にするとモコモコした可愛い木になると思います。次は 7.5 センチの半分。こちら白を上にして三つ折りにします。こう折った時に、こことここの幅が同じになるようにすれば OK です。で、こちらも折ります。そうしましたら、ここ半分に折ります。はい。こっち、輪っかの部分をちょっと上にしますね。ペラペラを下にします。で、このまま、こう斜めに折り上げます。ここだいたい半分ぐらい、真ん中ぐらいから、こういう風にちょっと斜めになるように折ります。こちらでも全然 OK です。ちょっと一旦こちらにしますね。そうしましたらこの角を少し折ります。少しだけ直角に折ります。こういう感じで。こちらも直角に少し折ります。こういう感じになります。そうしましたらここ。一旦開いて、この辺り、ちょっとのり付けして固定させます。はい、こちらも、このようにのり付けして固定させます。一旦こう開きますね。よいしょ。で、もう一度ちょっと角を折り直しまして、またここをのり付けします。もう一回角を折ります。はい、そうしましたらここへこのように貼ります。で、ここちょっとめくれちゃうので、まあ自由ですけど、ここものり付けした方がより固定されるので。こういう風にのり付けしてください。この角ものり付けすることをお勧めします。そうですね。ここものり付けしようかな。はい。はい、できました。作品例にあった並木道、こちら 7.5 センチ、白を上にして三角に半分に一旦折ります。このように折った時にだいたいこの幅が同じぐらいになれば OK です。こちらも同じように折ります。で、このように少し2センチから 2.5 センチほど折ります。はい、そうしましたらへこのようにギリギリのところへでこういう感じで挟み込むようにします。で、真ん中の線、の線を合わせるとちょうど真ん中になります。で、これでのり付けしてください。そうしましたらこのように木を並べてこのように貼っていってください。で、サイズはちょっとずつちっちゃくしていってください。7.5 センチ、6センチ、5センチ。またはが 7.5 センチの4分の1になります。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。